どうも PO25 ですというところで、シャリマスの方やっていこうかなと思っております。よろしくお願いいたしますというところで、本日シャリマスでございます。何をしていこうかという話でございますけれども、まあ、その最近ね、私カードのイラストをホーム画面にすることを、始めまして、いや、すごくこのひななね、めちゃめちゃいいなぁなんて思っているんですが、このひななって皆様何のひななでしょうかね。何のひななってどういうことでって話かもしれないけど、まあ、いわゆるシリーズですよね。限定とか工場とかとはこれとかマイこれとか、なんかそういう感じ。まあ、それでね、何のひななんでしょう皆さん。そう、まだ皆さんの記憶に新しいかもしれません。こちらのとはこれの、とはこれじゃない、ごめんなさい、パラコレの、パラダイムコレクションだっけのひななでございます。はい。まあ、パラコレはここまで2回、開催されまして、まあ、最初にひななと天野さん、そして次が冬子さんと、あと誰だったっけ、誰だったっけ、あと1人千雪さんだっけが来ました。はい、千雪さんだっけ、いや、まあ忘れちゃったんですけど来ました。まあね、冬子さんの方がね、非常にこう話題になったというか、まあ、4コマの方でね、ちょっと物議を醸していたところもあったんですけれども、私的にはね、シャリマスっぽくていいななんて思っております。まあそんな中で、では本日はね、何をしていくのかという話でございます。あ、パラコ、あ、ごめんなさいこうしよっか。パラコレのね、話をしたということで、まあガシャをちょっと引いていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、最近ですね、ライブの方も近くなってきまして、ライブファンですね、私も2日目参加しますので、すごくこうライブの準備、まあ例えばイクハル研究の資料を、あれがね、また印刷すると仰々しいんだわ今回20枚ありました。そうで、私片面でいつも印刷するので、10円でも200円かかるの結構高いのよあれね。だからなんか行々しいなって毎回思ってるんですけど、だったり名刺作ったりね、名刺はもう届いてるのであれなんですが、物販がね最近届いてるっぽいので、まあ、そろそろ私も来るかなというところ。あと、あれだね、名刺交換してくださいってやつ、あれもちょっとこれから作って、まあ、100円ショップ行って、まあ前回その会ったプロデューサーの方、まあ、前回名刺交換してくださった方が、結構100円ショップにいいものあるよっていう話をしてくださったので、まあ、それ買ってこようかななんて思ってて。で、まあ、それを作って。あとは、私ね、あれ買ったんですよ。自分でも買うと思ってなかったんだけど、シャリマスのイヤホン。あれ買ったんですよ。なんか、調子がね、イヤホン最近あまりにも悪くて、私、イヤホンって基本的に100円ショップのイヤホンを使ってたんですよね。有線の時は。で、その有線のイヤホン100円ショップ使ってて、で、iPhone のイヤホンを欲しいなと思って、iPhone のイヤホンってさ、充電口が、接続部になってるじゃないですか。あれって100円ショップで売ってないんだよね。なんか、で、しょうがないからって言って、まあ、これまでずっとダイソーの1100円イヤホン使ってたんですよ。ね。で、まあ、ワイヤレスね。ワイヤレスイヤホン使ってて。まあ、そのイヤホンもね、使ってたんですけど、最近すっげえ調子悪いの。もう接触があまりにも悪くて、全然充電できなくて。で、あと、もう、つけ始めで、4時間で、電池が切れて。で、4時間で電池が切れて以降は、真面目な話、つけてすぐ、1曲も聞けないぐらい。で、充電が切れるぐらいの、もう、とんでも不良品になってきてしまってるので、まあ、ちょうどいい機会だなと思って、シャリマスのイヤホン買ったんですよね。で、7月下旬から随時発送で、今7月の下旬なんですよ、これ撮ってるのが。届くから、あ、今日あれだね、今日、矢沢にこの誕生日じゃね。まあいいや。そう。だから、ライブまでに届くかなっていうのが、すごいちょっと瀬戸際な状況になってますけど、まあ、仮に私と名刺交換してくださった方、私がシャニマスのイヤホンを持っていたら、あ、届いたんだなと思ってください。あとね、誰か私と打ち上げってくんねえか。2日目の後、誰か私と打ち上げってくれよ。まあ、特にその店を決めてるとか、店予約してるってわけじゃないけどさ、なんか少人数なら入れんじゃねえかなと思って。だから、誰か私と打ち上げってくれ。私今回1人なんですよ。なんかだから名刺交換してくださいって紙にも書こうかなと思ってるんですよ。私と打ち上げ行ってくださいみたいなやつ。まあ、それも含めての報告でございました。じゃあやっていきましょう。パラレルコレクションでしたね。
パラレルコレクションでございます。まあもうずっと見えているのでわかるでしょう。パラコレに窓かが来ました。とんでもないですね。これね、私特訓前もすごいなと思うんですけど、ただ特訓後ですよね。こんな窓かすごいなと思ってて、なんか今までにない窓か。なんかノクチルってやっぱこう透明とかね、そういう感じが多かったので。怒涛の歩みで喋ったからちょっと喉乾いちゃったけど、ノクチルとかってさ、結構その透明系がやっぱり重視されることが多かったので、真っ黒衣装ってあんまなかったんですよね。まあ走る馬ぐらいなので、本当に今回はめちゃめちゃレアいなと思って、めっちゃ欲しいです。はい。ちょっとあれに似てるもんね、この衣装の色合いがさ、JK フロントライン、まあ、JK 最前線のさ、窓か、スケバンのやつあれに似てるよね。はい、というところでやっていくんですけれども、石の数24,012個です。いや、お前どうしたんだと。いつもね、こういうノクチルのガチャやるとき45,000個用意してくるじゃんと。どうしたのって話かもしれないけど、トゥルーエンドがいないんだまあSR が残り1個と、私の残ってるトゥルーエンド、いやーねあれか、イベント報酬の圧を SSR、 昔 SSR のプロデュースとか、あれを交換してトゥルーエンドすればいいんか。まあそれかまあそれがちょっとあれの手だね。一応なんか獲得可能なさ、石欄みたいなやつがさ、これ3万個って出てるんですけど、これがなんかそのすぐ手に入るやつじゃないんですよ、全部。そう、フェスやったりさ、あとファン数だったりとかなので、まあ、実質本当に残り、今私がすぐ手に入れられるのは3000個のみなんですよね。だからすごいこうピンチなんですけれども、まあ、残りのこの80連で引いていきたいなと。これで引けなきゃ考えます。ちょっと引かないという選択肢はないと思ってるので、とりあえず行きましょう。いや、こんなに安心できないガシャ久々ですね。そしてめっちゃ長いね、引き始めるまでの間が7分使ってら。で、まあいつもガチャ画面はカットしていくんですけれども、私だけ嬉しいことがありまして、私シャリマスの配信をしている方って何人か、お来た、あー、カモさんだー大人になったな。これ中学生なんだってなとっても中学生に見えねえなうん、730円。この飲み物は730円なのかな？うわー、まあ、もう一枚来ても全然問題ないんですけど。頼む、頼む。そう、シャニマスの配信をね、してる。お、マジ、ああ、やわ。すごい引きしとる。すごい引きしてんだけど。これ持ってないんじゃない？ワンちゃん。え、持ってるか。バリウマカブルス？違うな。なんだこれ。なんだっけ？あ、バリウマカブルスやん。持ってるか。あー、そうか。いや、私最近シャリマスの配信をしてる方見てて、その方がね、いや、経緯は後でいいか。いやー、弾けたんだけどな、カホさん。いや、すごくいいよね。カホさんってなんか、一番、ジャスティス5いいんじゃん。カホさんってさ、なんか一番パラコレなんか緊張するよねでもこそ、これで6000、これで6000だ。よし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 、どうにかなるかな。 まだね、あと70連ぐらいあるので。でもなんかいいよね、この絵。なんか中学生になってもこの辺にさ、名前が入ってるのすごいフォークラ感があっていいなと思います。で、そう、経緯は省くんだけれども、私、そうなんですよ、シャニマス配信してる方、見てる方、私が見てるシャニマス配信者の方、結構、まあ、シャニマス配信では本当に大手ぐらいの方だったんですけど、その方が私の動画を見ているということが発覚しまして、見ていたということが、まあ、今も継続的に見てるわけじゃないんだろうけど、見たことがあったという方が、ことが発覚しまして、めちゃめちゃ嬉しかったです。なんか、シャニマス動画やっててよかったなと思いました。さて、
今回は渋いだな。まあそうですね。じゃあここからカットを挟んでいきましょうか。お願いいたします。買った内容を見たらさ、あのめっおおー懐かしい。これなんだっけ、夜は何色と一緒に来た子さんじゃないあと10連ラストか。今12個とか久々に見た。これ頼む、お願いします。頼む頼む、出てくれ出てくれ出てくれ、頼むよ。まどか、最後の10連なんでね、フルで見せていくんですけれども、頼むまどか、頼むまどか、まどかまどか、いや、やばい、止まらない、回らない、ここの翼のエンブレムが回らないラストっぽい気すんな。あ、まだだ、まどか頼むぞ。あー来ないかな、終わりっぽいな。うわー厳しい、きっちい、どうしようこれ。ちょっとなんかさ、 SSR をかき集めないか。これなー、セレチケ引いてねんだけどさ、引いてねんだけど持ってんのよそうなの、引いてねえけど持ってんだよみんな。で困るんだよな、どうしよう、なんかかき集められないか。いやでもどうする、なんかさあ、水着入りのマジャケットあります、これ引きましょうこれ出るかな、水着し、私ねコスチュームガシャなんて引いたことないんで。おお、にちかさん、バケーション、さあ夕凪チークを、フリスキー様、クリスキーさん懐かしいな、ブルックスクリスキーね。野手補強しろっつってのになんかしないけど、ピッチャー出てきてね。おお、これ今回ねジュリさんだね、いいね。お、これはない。お、出るね結構ね。お、ちゆきさん、アルストなのに黒いのいいね。お、出るね。サクヤさんですね。もうすごい勢いで担当を外していくんですけど、お、まだ出る、ちゆきさん被りましたかぶるんだね。さあそしてスワール、お、さあ、お、アマナさんです。まさかのアルストが揃いそう。結構出るんだね。お、なんだ ?7 月18日限定入り SR 以上確定ガシャチケット。あ、なるほど。被るとこれがもらえるんだよね。わ、なんか限定くんねえかな、これ。あ、総ユーザープレイス、このガシャとか私、7、7。やる気ねえだろ、7とか。なんだっけ、これなんか。いつこれはもらえたの、ちょっといっか引いちゃおうか。なんか持ってねえ SSR 来ねえかな、トゥルーエンド用に頼むよマジで。7からって確定もしねえからさ、多分普通に出ないなら出ないでしょう。まあ、最後こいといいね、参りましたな。とりあえずじゃあ限定で引いてみる。これなんかあれかい、出る出るかな。でも一連でしょ単発でしょ、いわゆる。いや、ちょ、これ、狙い撃ちすごいむずいぞ。でも、出るんだね、一応ね。じゃあ、行きましょうか。SR 上確定か。なんか、とんでも強運発動してくねえかな。うわー、出ないか。ジュリさんだった。出ねえか。さて。参りました、非常にただ今回これでカホさんを手に入れ、で元千雪さんが1枚残ってる、それでもってめぐるさんの誕生日は買えねえなめぐるさんの誕生日プレゼント買えねえなってやばいな。まあこれ幸いね、なんかすごい長い期間やってるんですよ。だから引けなくてもなんかもう最悪か課金しようかなとまで思ってます。なんかここまで来ちゃうと、これ出やすかったりする？ピックアップ10連チケット、うわーそうか、うーんそうかでなんかさ、チケット交換だっけ、ここだよね。ここで最近プロデュースのがないんでしょ。あ、これなんかプロデュースで絞り込めないんだね未生児で絞り込んで、初期の方ってプロデュースあるらしいじゃん。ああ、うん、
3、あ、結構ある。結構、今108枚か。微妙なラインだな。微妙、あ、でも結構残ってんな。これを全部、だからこのひならとかさ、持っちゃえばいいじゃん。このひならとかも交換しようぜ。プロジェクトでしょ。で、例えばノクチルの SR はさ、なんか、あ、こっからでもサポートメインになってくるんだ。あ、ほら、回るものについてとか。これもう取っちゃおう、取っちゃおう。で、あ、このマノさんとか衣装好きだからさ、欲しいもん。このマノさんちょっと欲しいもん。なんか、今すごい勢いで交換してるけど大丈夫かな。あ、これ普通になんか欲しくね。これ普通に欲しいな。ちょ、ノクチルは、あ、ダウト、ダウト。マドカやるのにマドカをね、そうやらないのはおかしいよ。で、あとは、なんかすげえ、今もったいないことしてるかな。そんなことないよね。とりあえずこのくらい補充して、天井はいけないだろうけど、これで、プロデュース、未達成、6000、9000、1万2000、1万5000、1万8000、2万1000。まあ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 、今回と同じぐらい。補充できるから、まあまあまあ、これでね、頑張ろう。というところでありがとうございました。チャンネル登録もお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。まずかを引くぞということで、バイバイ。